コーリソドンは絶滅したモササウルスカの属。化石はカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー島から発見されているほか、日本のソ総群からも産出している。これらの発見は、後期白亜紀の後期サントニアンと後期カンパニアンから後期マーストリヒチアンまでにかけて遡るかものである。コーリソドンはもともとレイオドン属の属として記載され、後に、 クリダステス赤に置かれた。復元骨格、コーリソドンパンチルドジェンシスはパントレッジ川の岸に沿うサントニアンのペンダーイ層に位置する単一の産地から知られている。K パンチルドジェンシスは小型のモササウルス科であり、全長は3.75メートルと推定されている。本属の生息環境には様々なエラスモサウルス科やカメ、他ノモササウルス科が生息していたが、 主張流のポリコティルスカは当時の太平洋に生息していなかったようである。2005年に部分的な骨格が日本の四国にある泉総群の路頭から産出し、コリソドン SP に割り当てられた。この標本はより長い上が骨の葉を持っており、これはケイパンチルドジェンシスと異なる。まだ正式に命名されてはいないものの、同論文ではこの個体が、 氷素丼の2番目の種であると解釈されている。泉総群から算出した他の断片化石は暫定的に KSP に割り当てられ、このうちいくつかは容体のものである。パントレッジ川の標本のレプリカがマニトバ州、モーデン市のカナダ化石発見センターに展示されている。ありがとうございます。